おはようございます。おはようございます。うん、いい返事です。それを心がけてください。はい、はい、昨日は、イントロを固めました。で、今日は 1A から最後まで固めていきます。はい、うん、で、明日なんですけれども高井野さんが来てくれて見に来てくれることになりました。2日後の合宿最終日に控えていた番の発表会。本来ならそこで高広先生にダンスを披露するはずが、明日急遽来てくれることになったのだ。で、明後日発表会じゃん。で、それに向けて明日来ていただいて、まあ、午前中みんなのレッスン風景を見てくれます。今日は死ぬ気で頑張ってください。はい、はい、じゃあお願いします。よろしくお願いします。高広先生の訪問を知り、レッスンにも緊張感が漂う。またくだちゃん、振り覚えてね。うん、覚えないとダメだよ。はい、しかし、まだまともに振り付けが入ってすらいない状況。だからここが一人でもずれちゃうと作品が汚く見えちゃうので、しっかり揃えます。歌も表情感もただ歌ってるだけ、ただ口を動かしてるだけに見えちゃうから、そんなんじゃ曲の世界観が全く伝わってこないし。ダンスも歌も表現力も何もかもが足りていない。皆さん、やる気はありますか？なんでそんなに覚えられないの？まず全然みんな歌が歌えてない。うん、口すら動いてないってどういうことですかっていう話になっちゃうので、届けなきゃいけないから、みんなは曲を、歌を届けるのがまずお仕事です。うん、遠藤ちゃんは本当に、うん、まず振りを覚えましょうみたいなところかな、しか私からはもう言えないです。さらに今日からはダンスレッスンに加えてボイストレーニングも始まる。課題はダンスだけではなかった。全体的にはみんな息が浅いですね。歌う体がまだできてないっていうところがあるので。その一方で磨けば光る要素も見え始めた。ピッチとか音程とかアクセントがもう少し安定するともっと良くなると思う。はい、そのリコちゃんに関してはなんか歌は結構安定してるし、もっともっと良くなると思います。なんか意外にアイリーちゃんが安定してるなと思ってて、なんか頼れる子。大きくね、せーの。もう明日の朝高枝さんが来てチェックされるので、もうそこまでにはこのショートバージョンを完璧に踊れるようになんないと、やっぱ高広さんもさ、どこをチェックしたらいいか分かんなくなっちゃうから、絶対明日の朝までには完璧に仕上げてほしいです。途中から振りが分からなくて棒立ちになってしまって、悔しい思いをしました。みんながもうどん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 上手くなってる姿を見て、もっと頑張ろうっていう風に思えました。きっとまだ何もかもが足りていないけど、絶対に諦めたくない。その気持ちが表情にも現れ始める。ドンドン4 1 2 3 4、そういうこと。1 2 3 4 5 6 7、頑張れ。小田倉玲奈、18歳、高校3年生、東京都出身です。私を一言で表すと不器用な人間だと思います。不器用ゆえに
人一倍努力してきました。そして周りの人から助けられたことで感謝を忘れない人間になりました。もし私が桜坂さんに入れたら、努力や感謝を継続したまま成長して結果を残してグループに貢献できるメンバーになりたいです。最初のこの2時間半練習する前と比べて仁王立ちがないのがすごいと、うん、この2時間半ですごい急成長したなって思いました。うん、踊りきれてない部分とか間違えちゃう部分とかはまだあるけど、でもそれでも必死にこの原曲のスピードでついてこれるようになってきてるから、うん、やっぱり練習、そう諦めずに練習することってすごく大事。一番良かった、その今までで一番今の踊りが良かったかなと思います。最初の前半戦、うん、前半戦泣かないって決めてたんだよね。あ、合宿中に泣かないって決めてたんだけど、今日とうとう ね泣いちゃった ね褒められてね。そう、褒められて泣いちゃった、うん、もう私嬉しくて、なんかさ、ずっとさ自主練期間とかもさ、うん、3人でさ、うん、練習してたじゃん、うん、一緒に、うん、誰か一人でもさ褒められるとさもらい泣きしちゃうんだよね。嬉し泣きみたいなさ。よかったよね今日ね。初めてさ、うん、なんだろ、なんか具体的なさ場所を褒められたじゃん、なんかここ良かったよみたいなさ、そういうのがさ今までなかったじゃん、だからさすごい私も嬉しかったね。すごい嬉しかったあ、ね、自分でそのできてないとか振りが追いつかないって思ってると思うんだけど、でもイントロめちゃくちゃ普通にできてたし、この原曲のスピードに乗れてちゃんとついてこれてたし、しっかり踊れるようになってた。ってことはやっぱりずっと練習し続ければ他のその後の振りも全部ついていけるようになるから、うん、それがもう本当に成長でちゃんともう結果に出てるから、諦めずに練習し続けてほしいです。うん、大丈夫、絶対できるから。うん、イントロがもうできる、あんなに難しくてできなかったイントロができるようになってるんだから絶対できる。はい、絶対頑張ろう。はいはい。ありがとうございます。村山ちゃんの踊りが一番今回のメンバーの中で一番バンの曲に合ってるなって思います。うん、踊り方が一番合ってると思うからこそ自信を持ってほしいの。3期生の中でダンス経験の長い村山さん、しかしいつも自信がない。自信がないです、そんなにあんま褒められてこなかったので、はい。でもね、私ね、みゆちゃんのことでね、はい、思ったことがあってね。怖っ。何あんな怖いことなんか言わないよ。なんかみゆちゃんはさ、ダンスもさ、上手だしさ。やめてよ。歌もさ、上手じゃん。え、上手じゃないよ。え、上手だよ。なんかなんだろう、もう完璧なんだよ。なんか何も、なんか。え、叩かれる、叩かれる。言い訳だと思うんですけど、でもやっぱりこの合宿っていういろいろやることがある中でダンスを完璧に自分の体が覚えてくれなくて、
みんな踊れてる子もいるから悔しいです。私から見たらみゆちゃんはめっちゃ完璧な人で、なのになんか自分に自信がなかったり、なんかさ向上心があるじゃん、なんかもっとやらなきゃっていうのがめっちゃ褒めんじゃんどうしよう、本当に思ってることなんだよ。そう、なんかリカはさ最年長じゃん。ありがとう、うん、だから絶対にそれをなんか背負ってるんだろうなと思って、最年長なの。あ、そう、それめっちゃコンプレックスだよ。だよね、絶対そうだよね。3期生では最年長なんですけど、最年長らしくなくて全く、なので周りのみんなのことも見れるようになりたいです。最年長だからやらなきゃとか絶対は考えてるんだろうなと思って、だから話してねっていう正直今までは自分のことばっかりで頭の中が、グループで発表するのに自分のことばっかり考えていて、今からの練習で3人で揃えて表現まで持って、表現するっていうところまで持っていきたいなと思っています。やっぱこのさ2時間半のレッスン始まる前と比べて自分が成長したなっていうの分かるよね、きっとね。見ててすごい成長がこの短時間で分かったから、本当にみんな頑張ればできる。明日高井戸さん見に来るじゃん、もうギャフンと言わせたいじゃん。あ、こんなにできるんだって3期生、こんな踊れる子たちなんだっていうのを見せつけたいなって私たちもすごい思うから、これからも必死に頑張りましょう。うん、ありがとうございました。実は今夜の夕食にはちょっとしたイベントを用意していた。まあ、グループ活動においては練習だけじゃなくてみんなで何か作るっていうのも大事な要素なので、ちょっと今日はみんなで夕食を作ってもらいます。で、自分たちの分だけじゃなくてスタッフさん、みんなの分も作ってもらいます。買い出しから調理までメンバー全員で協力してゼロから作り上げてもらう。料理好きですか？あ、好きじゃないです。料理って得意ですか？あ、できないです。なるほど。あ、すいませんできないです。本当に人生で一回も家で料理をしたことがなくて、お菓子を作るのが好きでよくやっているので得意ですお菓子作りは好きなんですけど、卵焼きは得意です人並み程度にはできるかなと思ってます。ゆで卵は料理に入りますか？あ、料理は得意です。普段します。最近はリゾット作るのにハマってます。これは期待できそう。まずは夕食のメニュー決め。5枚のカードから2枚を選び、書いてあるものを作ってもらう。これです。麻婆豆腐です。メニューが決まったところで必要な材料をみんなで相談。ここからは買い出し班と調理班に分かれて行動。人参買います。ネギ、あ、せーの、ネギ買います。あ、違う、アラビキ肉みたいなやつ。で、ハンバーグって使うの？これ、え、使うんじゃないの？アラビキ肉。え、なんか、え、ひき肉のなんか合わさった感じでしょ。合いびき？ひき肉と合いびきは何が違うの？とりあえず豆腐を買いましょう。うん、だってさ、お味噌汁あるから、うん、そうだよね。思ったらそのまま食べようよ。合わせたって書いてあるからこれにしとけばいいよ。合わせたっぽい色してるし。ただね、とりあえず。え、豆腐って潰して入れるんでしょ？え？お味噌汁？あ、え、麻婆豆腐じゃないか。間違えた、お味噌汁だ。麻婆豆腐もそのまま入ってる。そうなの？しないですか？うちが、我が家が入れるのでさつまいもも入れます。じゃがいもじゃなくてさつまいも。いいの？いいのかな？いいんじゃない？一方、調理班も準備を進める。よろしくお願いします。食べる、食べたい。分厚いじゃん、なんか最初にさ、こう切ってから、そこを切って、こう切って。買い出し班も帰ってきたところで、いよいよ本格的に調理スタート。麻婆豆腐作
作ります。全然なくないけど、やばい、切れない。こう横に半分に切ってからその切り方した方が綺麗です。切れました。出来上がりました。ラスト1個です。おめでとう。イエイ。ここからは買い出し班も調理に加わり、全員でラストスパート。いや大丈夫です。大丈夫。待って、こんなに難くなっちゃった。いやでも美味しそうだよ。20個分のじゃがいもです。私も見せたい。卵かも。ハート。ハート。ハート。できました。せーの、ポテサラできました。みんなで心を込めて作りました。手を合わせてください。いただきます。いただきます。きっと初めて3期生全員で一つのものを作り上げた。桜坂のアズユーノのコンサート見に来てくれた人はいるのかい？あのコンサートを超えるものをみんな目指している。ステージに出れるかどうかはまだ決まってるわけじゃないと。自信を持って踊って、なおかつ体力が最後まで持たない自分に対してすごく悔しくて、夢に